大和川橋梁を渡る223系、電車線行駅は、大阪府堺市堺区線行山町山町にある、西日本旅客鉄道阪和線の駅である。駅番号は、JRR27。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅であるが、ホームは、森土上にあり、改札口は、ホームの下にある。分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。 有効調和6両編成分。天皇寺方のホームの先端は、一級河川大和川の河川敷にかかっている。若山よりの半分はカーブ上にホームがある。2011年3月に改札、ホーム間にエレベーターが設置され、堺市の阪和線7駅のバリアフリー対応が完了した。堺市駅が管理し、JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する。 業務委託駅である IC カード移行下を利用することができる。駅北側の山和川橋梁は鉄道写真の撮影スポットとして有名である。天王寺駅東岸和田駅間の半和線の駅では最小の利用者数である。半和線快速停車駅の一つ天王寺よりの普通列車のみ停車する駅は駅前に UR 等の団地が多い筑の駅と篠田山駅を除いて 乗車人員の少ない傾向にある。1987年の御堂筋線の堺市内への延伸後、それまでこの駅を利用していた駅東側の住民が御堂筋線北花大切り用に一定数手にしたことも一因とされる。大阪府東計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。